アレクサンドル・ラカゼットは、フランス・リヨン出身のサッカー選手、アーセナル FC 所属、ポジションは FW、フランス代表、日本においては、ラカゼットとも呼ばれる。2003年に、オリンピック・リヨンの下部組織に入団する。2010年5月3日、アージオセール戦で、プロデビューを果たした。10月31日、FC 訴訟戦でプロ初ゴールを記録した。 2014から15シーズンには27得点で、リーグアン得点王、リーグアン最優秀選手賞に輝いた。2016年10月のトゥールーズ戦で2得点、リヨンでの100ゴールを記録した。2017年5月20日リーグ最終戦、ニース戦で2ゴールを決め、リーグ戦100ゴールを達成した。2016から17シーズンは30試合28得点を記録。 リーグアンの得点を争いでカバーニに次いで第2位となった。2017年7月5日、プレミアリーグのアーセナル FC へ移籍することが発表された。移籍金はクラブ史上最高額の6500万ポンド。8月11日、レスターシティ FC とのプレミアリーグ開幕戦にスタメン出場。プレミアリーグのデビューを飾ると、 試合開始わずか94秒で先制点を奪った。これはプレミアリーグのオープニングゲームで最速の得点である。以降 AFC ボーンマスとの対戦、ウエストブロムビッチアルビオン、A、FC との対戦でも得点を奪い、リーグ戦のホームゲームでは3試合連続得点を奪った。またマンチェスターシティ戦でシーズン6点目め。 マンチェスターユナイテッド戦では8点目のゴールを決めたが、アーセナルはいずれも敗戦した。以降数試合無得点の期間があったが、最終的に14ゴールを決める結果となった。最終節を前に18ゴール12アシストの活躍から2018から19シーズンのクラブ年間最優秀選手に選ばれた。2019から20シーズン、ホーム開幕戦のバーンリー戦で早くも、 シーズン初ゴールを決めると、第3節のトッテナム戦でもゴールを決める好調なスタートを切った。2020年12月29日、プレミアリーグのブライトン戦で途中出場からわずか29秒で決勝点となるゴールを決めてチームを勝利に導いた。この途中出場から29秒でのゴールは記録を取り始めた2006から2007シーズンからでアンセナルの選手として 最速の記録であった。2021年8月14日、21から22シーズン開幕戦である、ブレントフォードとの試合を欠場した。後に新型コロナウイルス検査で陽性であったことが、欠場理由であると公式発表された。2008年の UEFAU-17、欧州選手権に出場し準優勝した。二千十年自国開催の UEFAU-19。 欧州選手権では優勝した。また FIFAU-20 ワールドカップでは5ゴールを、挙げチームを4位に導き、自身もブロンズシューズを獲得した。2013年5月、不傷離脱したジェレミー・メネスの代役として、A 代表に初招集され、2013年6月5日のウルグアイとの親善試合で代表デビュー。 2015年3月28日のデンマークとの親善試合で代表初得点を挙げた。2017年11月15日は背番号10を背負ってドイツ相手に2点を取った。2018年のワールドカップではスタンバイメンバーには選出されたが大会参加は叶わなかった。幼少期は GK をしていたが母親に危険と言われ、 サッカーをやめるかポジションの変更をするか選択させられ、ストライカーとしてプレーするようになった。2020年5月16日、ラカゼットが新型コロナの影響によるロックダウン期間中に、小気ガスと呼ばれるアザンカ窒素を吸引していたと写真付きで報道された。インターネット上には友人に送ったとされる吸引中の動画も流出。これを受けてアーセナルは、 真摯に受け止めないないに処分を検討すると発表した。ありがとうございます。